逃げ道はありません。 Yeah.
見切りました。方向を叩え。命の重みを知りなさい。薬も毒になり得ます。ご指導願おう。治療しないとな。星と深夜、無事今日の依頼。いてくれるわ。光り輝くがいい。マイ、いざ。いや燃えろ。お披露目だ。料理の時間だよ。全力攻撃だ。せはよ。あ、そこだ。師匠の技を喰らいなさい。スオパー、みんながそばにいてくれるわ。キープ。世界を熱狂の渦に。ホッソル。風の行く先を。料理の時間。僕を称えよう。よし、みんなは俺が守れ。せい。風を知れ。ふっ。やっ。
雲が借りなくてもいい。みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。光り輝くがいい。よっ、それせい。よっ、ふきせい。し、風の行く先を。はっ、みんなは俺が守る。スオパーよっけ。師匠のは舞ちゃん。ふっ、散らまく惜しみ。料理の時間だよ。て、全力攻撃だ。歌え、僕の名のもとに。はっ、はっ、やっ、やっ。僕を讃えよ。ふっ、せい、ふっ、は、ほれ。だから言ったろ、あいつらは信じてくれなかったけどな。
Bye.
モリスさん、あなたって、はあ、私にもどうしようもなくて。では、それは君が自分で何とかするしかないな。あれってグザビエじゃないか。おーい、グザビエ。おお、親愛なる旅人にパイモンじゃないか。元気だったんだが、たった今秘宝に打ちのめされたところだ。じゃあ別の出資者を探せばいいんじゃないか。いや、今回の契約はフォンティナリア英英祭のために特別。フォンティナリア英英祭。ああ、フォンテーヌのフォンティナリア祭に参加するのは初めて。フォンティナリア祭は純粋精霊を探し、この日はフォンテーヌの建国、そしてこの地特有の法律と審判と密接な関係にあり。グザビエの表情が急に歪んだぞ。まるで苦虫を噛みつぶしたみたいに。今言ったのは全て本に書かれている内容だ。でもおかげで分かったぞ。モンドのウィンドブルーム祭とかリージュへの回答祭みたいなもんだな。ああ、そういう解釈で構わない。何せ祭りだからな。誰も、それから人々は純粋騎士を称えるため、その格好を真似た特別な衣装を着て金杯。だがここ数年フリーナ様はそれではつまらないと思ったらしく。いかにもあいつらしいな。今やある種のカーニバルのようになってる。なかなか面白そうだな。でも、おっと、話が脱線してたな。フォンティナリア英英祭は今年フォンテーヌ英英協会が打ち出したイベントなんだ。英英技術は、だから協会はこの期間中に英英作品を公募し、最な、何賞だって。水神様の名を冠したフリーナ賞さ。ああ、フリーナ様が在位中につけられた名前のはずだから、みんなぴったりだと思ってるのかもな。もう水神ではないとしてもフリな、なるほど。はあ、でも資金面で問題が生じるとは。誰、しおり、なんか聞き覚えのある名前だな。ど、そう、その彼女だ。アートディレクターを担当してもらおうと招いた。ああ、思い出したぞ。ナビアが自分の服は、ちおりさんは、なんというか、その、ズバズバ、彼女の優れたファッションデザインのおかげで、お、で、話を戻すと、ちおりさんは、俺が招いた稲妻の出演者と知り合い、稲妻の出演者って、なんなら、一緒に純粋船の乗り場まで迎えに行くか。時間からすると純粋船はもうじき到着。
茶会は女子校の必修科目さ。お茶会における礼儀作法を学びたいなら。しおりさん、出資者との話はもう済んだのね。純粋線はまだついてないわよ。ん？そちらは？ああ、紹介しよう。こちらは旅人とパイモン。はじめまして。よろし、うん、よろしくな。しおり屋の店主はすごいって噂には聞いてたけど。いや、ありがとう。あのお嬢様の身分に釣り合わせるには。それで何があったの？顔色が悪いけど。実は大変なことが。また待ってくれ、千織さん。あの出資者に問題があると注意してくれたことは。絶対にあるでしょ。だがどうしても断れなかったんだ。彼はあの時他の人の倍の額を提示してくれたから。そこが問題なのよ。こちらにも訳があるんだ。こんな、だが他の人が提示してくれた額では制作費を賄えない。やっとのことで大金を出してくれる人。落ち込むなよグザビエ。おいらたちが少しはモラを集めてやれるかもしれない。ありがとうパイモン、その気持ちはもらっとこう。でも永遠にかかる費用はば。ま、過ぎてしまったことは仕方ないか。でも、あ、え、もしや、千織さんには何かいい方法。そういう意味じゃなくて、まだ話は終わってないって言っただけ。何しろ私が推薦する役者は、モラより別のものを大切にし。あんたらはどこに住んどる？私たちメルジーヌの家はメルシー村にあって、水の中に入らないといけない場所にあるの。ああ、そうやったら毎日仕事が終わるとクタクタやろ。ごっつ長い道のりを泳がなあかんねんもん。あなたって優しいんだね。でもフォンテーヌ邸に住むことを選ぶメルジーヌもいるんだよ。
着きましたよ。え、もう着いたん？もっとアイベルちゃんとおしゃべりしたかったのに。アイベルさんの案内、私も楽しませていただきました。詳しくて情景の描写も鮮明で。ありがとう。私は普段いつもこの純粋船に乗ってるから、また会えるといいね。紹介できてない観光スポットもまだまだたくさんあるんだ。フォンテーヌ邸へようこそ。しおりさん、見違えました。あなたが稲妻を離れてから顔を合わせるのは。うん、私もこんなに長い時間が経ってるなんて思いもしなかった。お招きいただきありがとうございます、グザビエさん。この度のフォンテーヌでの旅の収穫を楽しみにしています。神里さんにお越しいただけるとは、こちらこそ光栄です。グザビエが言ってた出演者ってこいつらのことだったのか。あら、旅人さんにパイモンさん。おお、奇遇やな。来る途中、彩香ちゃんとあんたらの話をしとったんやで。オイラたちは会場でグザビエにばったり会って一緒についてきたんだ。せやけど、うちは出演者とちゃうで。役者は神里様と彩香ちゃんの方で、しかも主演。うちは彩香ちゃんに便乗して、いや、それは遠泳の準備をしてる時、全然連絡が取れなかっただろう。だからこの遠泳では旅人のことはひとまず頭の片隅に置いて。フォンテーヌに来る途中、私も長いこと考えていたんですよ。どうやったらあなたたちに会って。あれ、お互い知り合いなのか。よし、こうしよう。ホテルデボールにば。え、オイラたちの分もか。もちろん、料理を多めに出してくれるよう支配人。ではお言葉に甘えて、グザビエさん。建物ってみんな背が高うてでっかいんやな。アイベルさんが話してくれた噴水もありますね。建真ん中の大きな玉はどうやって回転しとるんやろ。あれが黒。Thank you.
がフォンテーヌ料理なんやな。稲妻の味とは全然ちゃうわ。俺が稲妻にいた時は逆に味があっさりしすぎてて。さて、今回の目的に話を戻しましょうか、グザビエさん。ええ、撮影クルーはほぼ揃っています。照明技師、道具係。あ、二重詞やろ？来る途中であんたが送ってくれた台本読んだけど。もともと、上里さんと彩香さんがフォンテーヌに着いたらすぐ撮影を始めるつもりだったのですが。お聞かせいただけますか？今朝になって突然、永遠の出資者であるモリスさんが財政難に陥ったので、うん、フォンテーヌの法律体系は整っていると聞いています。もし彼が契約に違反したのなら法廷に訴えること。はあ、それが裁判を起こすにしても一連の手続きを経る必要があります。他から資金を募ってその問題を解決するというのは。それも考えました。しかし短期間でこれだけのモラを集めるのは難しい。うん。グザビエさん、もし私と彩香が無償で出演したいと申し出たら、今直面している問題を解決。なんですと？そんなわけには。遠くからはるば。グザビエさん、お気になさらず。お招きいただいた時から、私とお兄様は、元よりそのつもりだったんです。稲妻は鎖国を解いたばかりで、早急に他国との文化交流を進める必要があります。むしろこれこそ私どもシャブ業がフォンテーヌに来た真の目的なので。しかし無償で出演していただくのは。お気になさらないでください。この度は文化視察の名目でフォンテーヌにやってきましたが、この英英はちょうど稲妻とフォンテーヌの友好交流の証となるでしょう。もしまだ心苦しいと思われるのでしたら、フォンテーヌの文芸界の名士を何。ああ、わかりました。では、お言葉に甘えさせて。もう、そんなバカみたいなこと言わないの。私もブランドスポンサーの名目で、いくらか出した。うちも出すで。今回あんまお小遣いを持たんと出てきたけど。なんて心優しい紳士淑女たちなんだ。旅人と宵宮の二人は大丈夫よ。主演二人のギャラを省いて、それに君たちにはモラを出すより力を。え、力を貸すってどうやって。ほらグザビエ、泣いてないで。わかった。今のところ足りないのは、最初は自分で監督をやりたかったんだが。カメラマンと裏方はわかるけど。スクリプターとは、カメラマンが撮影する際にカチンコを使ってシーンごとの情報を記録し整理。カチンコ！もしかして撮影の時手に持ってカチン。そう、それよ。興味ある？あるある、ずっとやってみたかったんだ。じゃあスクリプターは君に任せるわね。ああ、それで行こう。あとカメラマン役はだな。こいつは撮影が上手だし、これまで写真機で旅の景色を。俺もそう思う。以前一緒に作業をした時、きっと旅人さんは諸国を巡り歩いていろんなものを見ているからですね。どうだ、この役引き受けてくれるか。おお、ありがとう。本当にいいやつだな。さあ抱きしめてあげよう。じゃあ残るは監督と監督。はいはい、うちがひとまず監督助手を引き受けるわ。最後の監督は、ああ最近フォンテーヌの有名な。あれ、確かフリーナって前演出顧問として劇団の手伝いをしてたんだよな。フリーナ、あの方に本当においでいただけるだろうか。フォンテーヌの水神様の名前ですよね。お兄様からフォンテーヌで起きたことを聞きました。そうそう、そいつだ。少し前に劇団の手伝いをして、その流れで今監督の仕事を始めてるんだ。それは、
そのミュージカルなら見たことあるけど、あの方の演技は完璧で、脚本も演出も素晴らしかったわ。過去の身分にビビってらんないんじゃない？これって考えうる限り最高の人選でしょ？わかった。千織さんの言う通りだ。はぁ。では、お手数だが、旅人にパイモン。私たちもご一緒しましょうか？いえ、この件でご迷惑はおかけしません。こちらは私に任せてください。わかりました。それでは吉報をお待ちしています。私は一緒に行くわ。オイラたちも行くぞ。フリーナとは付き合いがある方だし。よし、では今すぐ準備に取り掛かる。かつて水神様と崇められた方、どんな贈り物が喜ばれるのでしょう。フリーナ様は指輪型の時計を愛用していたから、精巧なクロックワークを持っていくとか。あれ？お菓子じゃあかんの？え？ちょっと安すぎないか？今ってフォンティナリア祭の最中なんやろ？純粋船の案内役のアイベルちゃんに聞いたで。彼女もお菓子が好きやからそうしたんやと思うで。私もヨイミヤの意見に賛成かな。贈り物が高価すぎるとかえっ…よし、じゃあフォンティナリアモース。けど本当にそれで足りるのか？うん、確かに足りない。え、これより甘いものがいるのか？そうよ、どんなお菓子よりも甘い贈り物を添えないと。それってなんだ？君たちの賞賛よ。よし、ではノックするぞ。はいはい、こんな昼間から。で、どちらさん？フリーナ様、私は AA 監督のグザビエと申します。どうも。あれ、後ろにいるの旅人とパイモンじゃないか？チオリよ。ああ、チオリアの人だね。ようこそ。で、みんなお揃いで何の用だい？もしかしてフリーナ、今起きたのかよ。もうお昼だぞ。わっ！ああ、つまりその、お昼って本当に天気が良くて、太陽はポカポカで、
フリーナみたいにあったかいよな。もうこの時間まで寝てるのは賢い選択だと思う。ん？僕は昨日徹夜で小説を読んでいただけで、天気とは何の関係もないよ。こちらはフリーナ様のために用意した品です。つまらぬものですが、どうぞご承諾ください。そんなにかしこまらなくていいよ。今の僕は一般人なんだしさ。うわ、それは良かったです。実はこの度お願いしたい、お芝居に対するあなた様の飽くなき追求と卓越したご理解を見込んで、でもさっき自分が監督だって言わなかった。この作品では私は主にプロデューサーの役目を担当しております。それに私の芸事に対する理解は、旅人とパイモンもこの英英のクルーにいるの？うん、いるぞ。オイラがスクリプターで、こいつはカメラマンだ。カメラマン？それって高度な技術が求められる仕事だよ。作品の最終的な品質にも影響を与える。別に君を疑ってるわけじゃないんだ。ただ写真機を使っているところをあまり見なら、フリーナにテストしてもらおうぜ。もしこいつの撮影にフリーナが満足できた。おっと、流れるように話を進めるとは腕を上げたね。うん、いいだろう。この場でやってみるとしようか。撮影に関するリクエストを僕がいくつか出すから、まあ実際の撮影ではカメラマンが監督の意図を見抜けるかどうかは重要だからね。君の準備はいいかい？僕が望むものは厳しいよ。じゃあ写真機を持って問題を出そう。
お見それしたよ。な、撮影に選んだアングルはいい構図だし、セリフの割り振りも人物の思いを合理的に表現して、フリーナはオイラたちを手伝ってくれるって。そう簡単にいくもんか。前回の水の娘のミュージカルを経て、僕の名はまた轟き、実を言うと今回のフォンティナリア英英祭ですでにいくつか劇団が訪ねてきたんだ。もしこうも簡単に君たちの頼みに応じたって、てっきり承諾してくれるもんかと思ったのに。僕を監督に招くのに君たちがいくら払ってくれるかだよ。それは出せるのはこのくらいで。これっぽっち？これじゃあヌビレットに報告したら低賃金雇用で訴え。申し訳ありませんが、私たちクルーの現状からすると。わかった、今の条件では参加するのが難しいけど。小説を原作とした脚本。ちょっと待って、ベストセラー1位になったあのサスペンス小説？なんだ、フリーナも読んだことがあるんだな。もちろん読んださ。わあ、わかった、永遠の予算をみんな版権の買い取りにつぎ込んだんだね。いえ、そうではなく、小説の作者は私がこの物語をリメイクしたいというと、有名になりたい。その人にとってモラは重要じゃないんじゃない？私が作った服を着て世界中を駆け回りたいと思っている国際配達員から。フリーナはこの物語が好きなのか？まあ普通かな。ストーリーのテンポは申し分ないけど。古本グザビエ、もしもだよ。それはもちろん最大限の自由を差し上げますよ。それって僕が好きなようにストーリーをアレンジしても大丈夫？もちろん問題ありません。ふむ、いいだろう。結局のところ君たちは。では承諾してくださるので。ああ、手を貸そう。ギャラは僕には釣り合わないけど、モラが足りないからといっていい物語を台無しにしちゃいけない。水神様のご加護あれ。水神様はどこにもいないよ。喜ぶのはまだ早い。永遠の準備にはすごく時間がかかるんだ。ああそうだ、二重視を取る以上アクション指導の人も探さないと。その辺の問題は私も考えました。もともと思っていたのは。僕の方で？以前だったらナビアも銃を使ってたけど、スタイルが小説の登場人物とは。特巡隊にお願いできないかな。ああ、特巡隊に属しているあの。そう、彼らは毎日銃を扱ってるし、専門性から言えば大。あそこはみんなヌビレットの管轄だから、僕は彼らのことをよく知らない。もしかして結局ヌビレット。そんな手間をかける必要なんてないわ。隊長のシュブルーズとは知り合いだから。しおりがなんで銃死体の。別に特別な理由はないわよ。商売柄よく面倒ごとに出くわすから、逆に私も特巡隊が表立って行動できない。特巡隊が表立って行動でき。そこは知らない方がいいわ。話を戻すけど、専門家にお願いできるならもちろん意義はないさ。しかし特巡隊の仕事は忙しいだろう。幸い彼女もお金にうるさい人じゃないから。まあ時間については本人に聞いてみないとわからないけど。じゃあ僕は一緒に行かないから、そっちは頼んだよ。今日はパス。わかりました。フリーナが加わってこの永遠のメンバーに一気にす。当然だよ、フリーナという名前がフォンテーヌでどれほどの集客力を持つか。公開日ついでに
知り合いにもエキストラをやりたいかどうか声を。フリーナはやっとみんなの。余計なこと言わなくていいから。じゃあ出発しましょう。そうだ、ついでに聞くけど、僕のギャラがあんなに少ないんだし。実はこれはフォンテーヌとの文化交流が目的なので。なんだって？すると世界中からモラはいらないよって人がこの英雄を取りに集まってるの？ま、彼とは少し親交があるしね。私のブランド名を一番。はあ、僕が言うのもなんだけど、グザビエは本当に神に愛されてるんだね。そこで眼帯をして、ニューススタンドの前で本を読んでる人がそ。あ、あいつか。なんとなく周りの人と本。君たちはここで待ってて。私が呼び。勤務時間中。まあここは任せて。わあ、行っちゃった。しおりってなんだか謎めいた感じがするよな。フォンテーヌ邸は外国人にあまり寛容ではないからな。ここで自分のブランドを広めるのはよ、地元出身の俺が栄誉を取るのでさえ一苦労なんだ。勤務時間中に読書？ああ、探偵小説だ。主役は一人？いや、主役は複数いて、分岐がある。ストーリーはどこまで進んだの？主役の一人が残りの半生の運命を決めようとしてるところだ。少し急いでもらえる？お願いが。それは私の一存では決められない。だから私が手伝いに来たんじゃない。なるほど、やはり彼は間違った選択をしたようだ。止まれ。何をなさるんですか？その手に持ってるものを差し出せ。本一冊だけですよ。他は何も買っていません。では私が見ても構わんな。警察隊員さん、ここで一日中立ち読みしていても文句は言いませんが。ここまで来てしらばっくれるな。貴様も逃げられんぞ。もう一度言う。私はフォンテーヌ特巡隊隊長のシュブルーズだ。おとなしく手に持っているもの。ああ、貴様が愚かな振る舞いをする前に一つ忠告しておこう。渡しますよ。さても、先に言っておきますよ。もし本に何か違法なものが挟まっていたとしても。お前、この裏切り者、欲しいと言ったのはお前だろう。話があるなら取調室で聞こう。ルテリエ、こいつらを連行しろ。どういうことだ？さっきまで本を読んでたのに。こいつらは。おお、前によく新聞で見た旅人じゃないか。しおりの話とは。いいだろう。お前たちになら話し、バシェ事件の後、ロシの源は断たれた。だが、フォンテーヌ警察隊は、信頼できる情報源のおかげで。なるほど。うわ、そうだ。
まだちゃんと自己紹介してなかったな。はじめまして。私はシュブルーズ。肩書きは二度も紹介する必要はないだろ。私の提供した情報が間違ってるかもしれないって思ったんでしょ？いや、店主が自首するかどうか見たくてな。私の前に自ら進み出て、ロシをたまたま拾ったと言い渡すこともできた。だけど、店主は丸一日そうしなかった。ああ、奴は選択を誤った。彼らは正しい選択をしないって分かってたんでしょ？分かっていた。ただ、それが間違いであればいいと思っていたのだ。おお。まあ、この話はここまでにしよう。それで、私に用が。おお、実は。二重視か。この話を選ぶとはいい目をしてる。私に何をしてほしいのだ？役者のアクション指導ということでいいのか？ああ、そうなんだ。撮るからには本格的に撮りたいと思ってる。役者が銃を構える姿と、銃器に対する理解をできるだけリアルな重視に近づけたい。だが、この仕事は時間をかなり取ってしまうかもしれない。撮影の全工程に同行してもらう必要があるし、それから。それ以上言わなくていい。参加しよう。あっさりオッケーしてくれ。本当に？本当にこんな低予算の営業を指導してくれると？このくらいわけはない。私が担当していた捜査はさっきので一段落し、しばらく喫緊の事件もないしな。それに私は、この小説が好きなのだ。家にハードカバーの本だってある。じゃあ、これで決まりね。あ、明日、撮影。なんということだ。落ち着いて、グザビエ。平営の撮影は一日じゃ終わらないんだけど、私も帰って出演者のために衣装。うん、じゃあ、今日はここでは。旅人、パイモン。二人は残ってくれ。私は先にグザビエを送って帰るわ。この人もう興奮してまっすぐ歩けないみたいだから。うん。また明日ね。それで、シュブルーズがオイラたち。二重詩を読んだことはあるか？この小説は、伯爵家の息子と娘がお互いに支え合って生き、彼らは幼い頃、伯爵家で暮らしていた。母親は屋敷の女中で、ある日、彼らが家に帰ると、母親が部屋の中で倒れてさ、だが、伯爵の力は強大で、声を封じるには十分だった。数年後、伯爵の家族が突然次々と銃で殺された。伯爵は、その母親の亡霊が復讐に来たのだと思って日々を怯えて暮らした。だがその正体は逃げ出した兄弟だ。二人は助け合って生き、日夜訓練に励み最終、彼らは自力で手がかりと証拠を集め、計画を実行した。最終的に伯爵への復讐を果たし、おお、胸がスカッとする話だな。そう。悪はいずれ報いを受け。それもシュブルーズが加わりたい理由なんだな。それも理由の一つだ。あれ？他にも理由があるのか？お前たちに関する記事を読んだことがある。事件の審判に加わっ、お前たちが正義感に溢れており、その推理力も侮れないことはすぐにわかる。鋭いな。似たような経験がたびたびあるよ。最近、銃による殺人事件が起きたのだ。え？本当か？マレショーセ・ファントムは事件の情報を公開していないからな。捜査に進展がないため。銃による殺人。確か、フォンテーヌで銃を使ってる人って。ありえない。銃死体は毎日銃器の状態と弾薬の在庫量をチェックしてる。
銃を…だが、事件について…うえ、どうしてだよ。帰ってよく寝て、明日改めて、お前たちにとって迷惑なのは分かってるが、正義の助っ人は多ければ多いほどいい。これは特巡隊の役目ではない。我々の仕事は犯人を捕まえること。銃に汚名を着せたくない。また犯行の手口が小説と似ている点も気…背後に繋がりがあると思ってるのか。ああ、もう一度言う。これは命令ではなく、二人が明日の撮影を経て事件に興味を持ち。旅人どう思う？わかった。確かにその通りだな。今日はひとまず帰って休んでくれ。で、さもないと肝心な時に一寸先の道さえ。ヨイミヤさん。はい。これは彩香ちゃんが注文したんやから。私はヨイミヤさんのために注文したんですよ。ほな、もうこれ以上譲り合いはやめん。いいです。むっちゃ美味しいわ。ふわふわで柔らこうて。口に入れた時、バターの香りがパーッと広がっ。よかったです。ヨイミヤさんが喜ん、とても美味しいですね。それに、この模様がとても気に入りました。総称らを模して作られた形なんやって。まだ見たことあらへんけど、あやかちゃん、興味あらへん？空き時間で一緒に水の中を探してみいひん？いいですね。うん！あやかちゃんと一緒に行きたいとこ、まだ行さんあんねん。
Thank you.
行くぞ。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 穏やかな雰囲気、とても好きです。行くぞ。
行くぞ。行くぞ。ついてこいなんて言ってないんだ。うん、いや、怖い。